さんご機嫌はいかがでしょうか。私は、海音と申します。栃木県で音楽の活動をしております。本日はですね、2013年の2月の初めですね、ラジオをさせていただくことに、なりました。ちょっと今月からライブをちょっといろいろさせていただくような感じになっておりまして、ライブの前のですね、ちょっとまあ気合を入れるという感じと、ライブの時に、どんな曲をやるかっていう、まあ、曲の、紹介みたいなものもこうできたらいいかなと思って、ちょっとの間、こちらの、方で喋らさせていただきたいと思っております。ですね、まず曲をかけようと思います。これ今日できてまだいろいろ決まってないんですけれども、仮のタイトルつけました、魚の森という曲です。聴いてください。どうぞ。聞いていただきました。今日、4時間前ぐらいに、出来上がって、で、まあ、リコーダーを、吹きながら、調節しながら作ったんで、そんなに難しくないかなって思ったんですけど、これ8分の6拍子と8分の8拍子8分の10拍子かな8分の8拍子が、入り乱れてて、でちょっと変拍子っぽいところをこうわざと作っちゃって、いや結局難しくなっちゃって、すごいヒーヒー言って、練習をしております。ですね、3日後にまたライブがありますので、そこで初のお披露目になるように、したいなと思っております。さて、またライブでやる曲をちょっと2曲ほど、これからかけていきたいなと思っております。タービンっていう曲を2年前に作ったんですけれども、結構ライブで結構簡単なんで、まあ、対応して、いたんですけども、今年2年後の2013年もタービンを、作り直していこうかなって、まだちょっと未完成なんですけれども、頭の取っかかりみたいな感じはわかると思いますので、そのタービンを聴いてください。で、その後に、もう一曲、
これも、2011年に作った曲の、アレンジを変えたバージョンです。ミラーという曲、二つとも、リコーダーで、やる予定の曲でございます。では、聴いてください。タービー、そしてミラー。はい、海音で、タービン、それとミラーの2曲、まだ未完成の、リハーサルもあんましてない状態なんですけど、聞いていただきました。ですね、実はですね、30分の、時間をいただいておりまして、今まだ17、8分ぐらいしか、完成してないんです。明日1日で3曲のアレンジを済ませないと、その次の日に、リハーサルができなくなって、おりまして、あまりなんかこんなところでラジオ撮ってるっていうことはね、あまりあれかなという感じはするんですけども、とりあえず最後の1曲をかけて、ライブの前の気合入れずを企画という意味でのこちらのラジオを終了したいと思っております。カバーをやります。佐野元春さんのコンプリケーションシェイクダウンを最後にかけてお別れしたいと思います。それではどうぞ。つかの間の自由をビートに任せて転がり続けな、センチメンタルなジャズに生きろって上手にシェイクダウン、すべての使い古されたブーツ窓から投げ捨て、新しい街にヒッピーを飛ばしてアップダウンからダウンタウン、
TV、 そしてヨキラブルシャインマンボチャチャボイドルンバタンゴサンバディスコ、悲しみの中に優しくなるほど優雅な気分じゃない、誰かがどっかに痛みにあふれた思いを隠してる、俺には危険な収支が見える、君とのコミュニケーション、愛を込めてコンピケーションシェイクダウン、君とのコミュニケーション、愛を込めてコンプリケーション。